遅いですね。これはとっても遅いですね。おかしいですね。こういうこともありますよね。一旦下ろします、こちらはですね、某バンドリのパステルパレットさんの曲だったんですけれども、なんだかとっても遅いです。そんなことあるんですかね。これでどうだ、いけ、これだ、聞き覚えのあるあの曲です。いきますよ、せーの。ダメダメ、私は出雲咲、そう、出雲咲でお届けしています。落ち着け咲ちゃん。はい、皆さんいかがでしたか。なんだか皆さんの気持ちが伝わってくるようで、私もすごく楽しいです。後半戦もぜひお楽しみに。それではここで皆さんのツイートを見ていきます。はい、ハッシュタグ D4DJ でツイートしてくださいね。皆さんとのコメント皆さんはい、とってもたくさんツイートありがとうございます。みーさん、ただのつむつむやん、そんなことありません。私は出雲咲です。つむつむって何でしょうか。はい、他にもどしどしお送りください。マサさん、ディスカバーユニバース神すぎる。私もディスカバーユニバースとっても大好きです。ありがとうございます。ヒロさん、なんとかいつもの咲ちゃんに戻りましたね。んてへぺん。お次、おたまさん、さきちゃん大丈夫ですか。私はいつでも大丈夫です。あれ、おかしいな、スタッフさんが頭を抱えています。おかしいな。よし、はい、今ので最後のフリップが出ましたので行きたいと思います。お次行きます。カンペさん、お願いします。どうですかね。ありがとうございます。できました。ということで、そうですね、ディスカバーユニバースはちょっとエキスパートはとてもエキスパートですので、ハードにしていきたいと思います。ちょっと音声認識モードが、某 SIRI さんが、すみません。ありがとうございます。びっくりしちゃった。それではいきたいと思います。はい、行きます。始めましょう。はい、4曲とも今回はフォトメイデンで作ってきました。はい、 Does it work。 いや、この曲もね、じゃあフォトメイデンみたいな感じですごく好きな曲ですね。皆さんは私とじフォトメイデンの曲の中で一番、ちょっと大変ですね、喋りません。この曲もとっても好きなんですけれども、どうですか、皆さんはフォトメイデンの中だとどの曲が一番好きとかありますか。ぜひハッシュタグ D4DJ で教えてください。What are you doing? なぜ？リーダーですからね。リーダーの顔を見たらとっても今安心しています。ありがとう、いぶきさん。最後の曲です。やった、最後のディスカバーユニバースです。こちらはね、ちょっとエキスパートだととても難しいので、ハードでお邪魔します。いい
空気ですね、ノアさん。出せています。終わりました。無事に、はい、ということでクリアできました。やった。あー、とても楽しかったです。よかったです、最後までクリアできて。あー、びっくりしました。いやー、ということでクリスマスが終わると2020年もあと数日です。視聴者の皆さんもお体に十分気をつけて良い年末年始を過ごしてください。それでは皆さん、バイバーイ。あ、こっちでございましたね。こっちです。すいません。行きます。さっき行きます。